ショーン・ライト・フィリップスは、イングランド・ロンドン出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは、ミッド・フィールダー、ホワード、アーセナルの英雄、イアン・ライトの養子。規定のブラッドリー・ライト・フィリップスも、ロサンゼルス FC 所属のサッカー選手である。ユース時代は、ノッティンガム・フォレスト FC に最初は所属し、後に、マンチェスター・シティ FC へ移籍。 1999年にフットボールリーグカップのバーンディー FC 戦でトップチームデビューを果たした。この頃はセンターフォワードとしてプレーしていた。その2ヶ月後にはポートベール FC 戦でリーグ戦初出場も記録。この試合でライトフィリップスが放ったシュートが相手のオンゴールを誘い決勝点を演出した形となった。このシーズンを マンチェスターシティ FC は2位でオエプレミアリーグに復帰。翌2000から01シーズンはライトフィリップスも出場機会を手にし12試合に先発出場したがチームは1シーズンで再び降格した。ケビン・キーガンが監督に就任した2001から02シーズンは攻撃的サッカーを心情とするキーガンがライトフィリップスのスピードを生かそうと考えウィングにコンバート。 レギュラーに定着し、35試合に出場し、自身初得点を含む8得点を挙げチームのプレミアリーグ復帰に貢献した。プレミア復帰後もチームの中心として活躍し、2000年から2003年まで4年連続で、クラブの年間最優秀若手選手に選ばれ、4度の受賞はクラブ新記録となった。2004年にはイングランド代表招集も経験。 2004年11月17日のマドリードでのスペインとの親善試合では人種差別的なチャントを受けた。ライトフィリップスはその後最初の試合となったポーツマス FC 戦で活躍し、試合後に取材陣に俺はフットボールで話すだけさと答えた。2004から05シーズンは自己最多の10得点を挙げた。 チェルシー時代2005年7月17日に、故郷ロンドンのクラブである、チェルシー FC へ移籍金2100万ポンド、5年契約で移籍。チームは、プレミアリーグ連覇を果たすが、ジョゼモーリーニョ監督のもとでは、出場機会に乏しく、先発出場は15試合に終わり、無得点に終わった。移籍から17ヶ月後の2006年12月5日の、 UEFA チャンピオンズリーグ、レフスキソフィア戦で、ようやく移籍後初得点を記録。出場機会は少なかったもののモーリーヌからの信頼は、厚く、ホワキン・サンチェスの移籍が叶わなかったために控え、ウィンガーとして重宝された。2007から08シーズンは、モーリーヌ監督の解任後も右ウィングとして、先発出場することも多かったが、マンチェスター・ユナイテッド FC との、 チャンピオンズリーグ決勝には欠場。シーズン終了後に就任したルイス・フェリペス・コラーリー監督もライト・フィリップスを先発起用する方針ではなく、出場機会を求めて移籍先を探した。2008年8月28日に移籍金850万ポンド、4年契約でマンチェスター・シティ FC に復帰。背番号は8となった。復帰初戦となった8月31日の サンダーランド AFC 戦では2得点を挙げる活躍を見せた。2008から09シーズンはロビーニョと左右でウィングを組み全37試合に出場し8得点を記録。マンチェスターシティの初の UEFA カップベスト8進出に貢献した。2009から10シーズンもレギュラーとしてスタートしたがロベルト・マンチーニ監督の就任後は 新加入のアダム・ジョンソンに出場機会を奪われ24試合の出場に終わった。2010から11シーズンは出場機会がさらに減少し、リーグ戦7試合の出場に終わった。2011年8月31日、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC へ移籍。2015年6月、ニューヨーク・レッドブルズへ移籍。二千一年に u 十一代表に選出され代表での キャリアをスタート。2004年8月18日のウクライナとの親善試合に途中出場し、A 代表デビュー。この試合で代表初得点も挙げた。ドイツワールドカップ予選で活躍し、デビッド・ベッカムに代わる右ウィングとして期待されたが、チェルシー FC で出場機会を失ったことなどから本、大会メンバーからは落選した。ユーロ二千八予選でも2得点を挙げる活躍を、 見せたが、イングランドは、予選敗退した。2010フィーファワールドカップでは、本戦メンバーに選出。セオー・オルコットが落選し、ライト・フィリップスが選出されたことはメディアを驚かせた。6月12日のグループリーグ初戦、アメリカ戦で、途中出場し W 杯デビュー。第2戦のアルジェリア戦、決勝トーナメント1回戦のドイツ戦でも途中、出場したが、 いずれも苦戦するチームを救うことはできず、イングランドはベスト16で敗退した。2019年8月24日、現役引退を発表した。ありがとうございます。